歌川広重、東海道五十三次、草津歌川広重、基礎街道六十九次、草津草津塾は、大御国来る元群にあった東海道五十三次の五十二番目の宿場で中仙道が合流する。現在は、滋賀県草津市市街。本人が現存し、国の史跡に指定されている。東海道の江戸方からは、草津川を越えて、堤防沿いに進むと、東横町。 西横町と続き、中仙道との合流点に至る。ここで左折し、一丁目から六丁目まで続き、宮川を渡って、最後が宮町である。中仙道からは、天井側である旧草津川をトンネルで抜けると追い分けに至るが、トンネルができたのは明治19年のことである。天保14年の東海道宿村大外町によれば、 草津塾の宿内屋数は586件、内本陣2件、脇本陣2件、旗子72件で、宿内人口は2351人であった。草津は古くから東西移動の際の交通の要衝だった。室町時代には伊勢山宮で京都と伊勢の中継地点として発展し、 王英二十九年には、将軍、足利義持が伊勢に向かう際に、草津に大規模な宿泊施設、草津御所の築造を開始している。英六十一年頃には、織田信長が足利義明に、泉堺、近江の大津、草津に大官を置くことを願い出ている。瀬田橋を制する者は天下を制するという言葉があり、織田信長も大津。 草津に注目していたものと考えられている。実際に、信長は、当地の道路集築、瀬田橋の架橋など、交通政策に力を注いだ。関ヶ原の戦い以後は、徳川家康が、街道上の各宿場から人と馬を提供し、荷物をリレー形式で運び続けていく、天馬定め書きが下される。これにより、東海道の整備と宿場が設置された。 この時期に、草津塾は誕生し、数多くの旅人が往来する、宿場町として、草津塾とその地域が発展していくこととなる。現在の草津塾、二川宿本陣の書院旨は、現存する七座衛門本陣などの書院旨を参考に再現、改修復元工事された。ありがとうございます。